20102mm 弾。大きさの対比のため、12.7X99mm、ナトー弾やゴルフボール、ラムモジュールが置かれている。20mm 後径弾は、20mm 後径の砲弾。20mm 後径の自動火器は、不評が傾向することが難しいことから、機関砲として分類される。また、 第二次世界大戦までは単発あるいは半自動の 20mm 後継滝が対戦車ライフルとして使用されていたが第二次世界大戦中の戦車の性能向上から対戦車兵器としての価値は失われており現在では少数機種が対物ライフルとして運用されているのみである2 0ト、mm、ル後継は航空機関砲として最もポピュラーな後継の一つであり 有名なバルカン砲も2 0ト、mm、ル口径である。ただし、ヨーロッパやロシアにおいては、対地射撃時の威力を重視して、より大口径の機関砲が好まれる傾向がある。また、地上部隊、または艦艇の低空防空火器としても多用されているが、航空機の高速化によって、長射程が要求されるようになったことから、こちらについても大口径化される傾向がある。 ただし、20mm 機関砲は、榴弾を使用できる、機関砲の中では最も軽量であることから、艦艇においては、タイテロ、大衆艇用として、簡易マウントと組み合わせて、複数を搭載する例が増えているほか、陸軍においても、軽車両で運用できる、地対地の直射火力として使用される例がある。ありがとうございます。